Thank you.
いざ！
オサリアさん、この子すごく怒ってるみたいです。私怖いです。君は下がってなさい。顔を引っかかれて真っ赤な血しぶきを咲かせたくはないでしょ。どうしたんだバレリナ、猫にいじめられてるのか。猫猫白魔法使いさん、雪大福をお散歩させてたらこのでっかい猫ちゃんに目をつけられて一緒に入ってきちゃったんです。落ち着いて、ここじゃ誰も君を傷つけたりしないわ。凶悪なものも君に悪いことを強いる奴らもみんな塀の外よ。ここでなら君は優しい人たちに囲まれていられるわよ。鬱陶しく感じることもあるかもしれないけど、みんな君のことを思うからこそうるさくするの。だから肩の力を抜いてゆったり過ごしてみるのも悪くないと思うわ。もしかして本当に伝わった？うまくいったみたい。頭のいい猫ね。こいつ他の猫と比べると本当にでっかいな。バブルオレンジのジュースみたいな色だぜ。お、スカーフをしてるぞ。騎士団のマークがついてる。そうだ、こいつのことはオレンジ騎士って呼ぼうぜ。警戒を解いてくれたみたい。君の方法は効果抜群ね。でもオレンジ騎士が落ち着きを取り戻したのはロサリアに声をかけられた直後だぞ。つまり今回はロサリアのお手柄だ。別にどうでもいいけど、ま、こんなに可愛い面倒事なら多くても困らないわ。オレンジ騎士がなんで怒ってたのかわからないけど、魔法の力でもっとこいつの機嫌を良くしてやろうぜ。Thank you.
くるな。オレンジ騎士もだいぶいい子になったな。これからも心優しいいい子でいろよ。みんなと幸せに暮らすんだぞ。わ、私もこの子の頭と耳を触ってみたいです。暴れていないときは本当にいい子なんだけど、目の上にある傷は一体どうしたのかしら。復元ポーションの残留痕跡からしてオレンジ騎士はおそらくここにいるはずだ。ん？旅人とパイモン、それにシスターロサリア、そちらの方は冒険者かい？どうやらみんなすでにオレンジ騎士と友達になったみたいだね。おお、アルベドじゃないか。久しぶりだな。会えて嬉しいぜ。あ、そのお前の探してる場所ってここで間違いないのか？調査小隊の隊長さんが動物保護施設を訪ねてくるだなんて、一体どんな御用かしら。隊長？騎士団の隊長さんなんですか？何の前触れもなしにそんなに偉い方がいらっしゃるなんて、おもてなしの用意が何も。いえ、そうじゃなくて、猫の子の城は運営許可も下りたちゃんとした施設なんです。緊張する必要はないよ。僕はただ部下の仕事に手を貸しているだけだ。今回訪ねてきたのはその猫のためだよ。先日臨時猫隊員症例ナンバー3オレンジ騎士が世話係の武器官を気絶させ城門まで逃げたところで行方がわからなくなっていたんだ。騎士団の紋章を身につけた調査小隊所属の大きな猫が城内で騒ぎを起こしたと知られればあまりいい影響にはならないだろう。だから早めに事態を収めた方がいいと思ってね。オレンジ騎士が調査小隊の騎士を気絶させ、こいつの名前の前に長ったらしい称号みたいなのをつけてたけど、何か事情でもあるのか？実は2ヶ月前にも
オレンジ騎士は野外で迷子になってしまったんだ。その時トリックフラワーの蜜を食べてしまったらしくて、体が3倍のサイズに膨れ上がってしまってね。ただ詳しい原因は現時点ではまだ分かっていない。3倍？普通のサイズの猫だって怒り出したら結構怖いのに。3倍のサイズって言うとヒルチャールにだって襲いかかれそうだぞ。そう、道理であんなに緊張してたわけだわ。猫にとって、いや、すべての野生生物にとって、体が大きいことにさほどメリットはないのよ。むしろ目立ちやすくなる上、動きも鈍くなりがちで、敵にすぐ見つかってしまうという危険に常にさらされ、捕獲者に攻撃される頻度も上がることになる。つまり極度の恐怖の中で生きることになるのよ。その通りだよ。調査小隊の拠点近くでオレンジ騎士を見つけた時、体は傷だらけでかなり怯えていた。相当辛い目に遭ってきたんだろうね。そんな、かわいそうに。私、この子に攻撃されたってもう悲しいなんて思いません。だって私がもしこの子の立場だったら、きっと見知らぬ人や動物を警戒してたはずですから。いや、すでに問題は解決したから心配しないでくれ。前に錬金薬の影響を消すことのできる復元ポーションを開発したんだけど、そのポーションでオレンジ騎士を元の姿にかなり近づけることができた。普通の猫と比べればまだ大きいけど、少なくとも生活に支障はなくなったし、騎士たちも交代で世話ができるようになった。オレンジ騎士というのはクレイがこの子の色にちなんでつけてあげた名前だよ。みんなもぴったりの名前だと思ってスカーフまで作ってあげたんだ。示し合わせたわけでもないのに同じ名前を思いつくなんて、オイラたち息ぴったりだな。でも後遺症かな。オレンジ騎士は人に会うたびひどく緊張して警戒態勢に入るものだから、武器官や信号官たちは毎回大変な目に遭わされていたよ。クレイもしょっちゅう拠点に来られるわけじゃないしね。そんなこの子が二人にこんなに懐くなんてね。正体のみんなもこの様子を見たらきっと驚くと思うよ。それはもう偉大なる救世主、栄誉騎士さんと猫猫城魔法使いさんの手にかかれば、どれだけ凶暴だった猫も二人としばらく一緒に遊べばすぐにおとなしくなって可愛い一面を見せてくれるんですよ。そうか、なら旅人とパイモン、オレンジ騎士を引き取る気はないかい？いいのか？でもオレンジ騎士はお前の正体の猫隊員なんじゃないのか？実は臨時猫隊員という肩書きもその場しのぎでつけたものでね、もともと順調に回復したら責任を持って引き取ってくれる人を探すつもりだったんだ。調査小隊は騎士団の作戦部隊の一つだから、この子にとって理想的な居場所とは言えないと思う。顔なじみの騎士が出動するたびに拠点に残されたオレンジ騎士は不安になってしまうだろうし、かといってタイと一緒に行動させれば再びこの子を恐怖にさらしてしまう。賢明な判断だと思うわ。
一度恐怖に襲われた子はできるだけ刺激から遠ざけてあげた方がいいでしょうね。完全に心が癒えるまで少しずつトラウマを取り除いてあげないといけないわ。じゃあ人活母にあったかい猫ハウスを作って住んでもらうのはどうだ？あそこなら魔物にいじめられる心配もないし、安心して幸せに暮らせるぜ。本当にありがとな、アルベド。気にしないでくれ。暇があればオレンジ騎士を連れて拠点に寄ってくれると嬉しい。この子の元気な姿を調査小隊のみんなにも見せてあげてほしいんだ。なんて感動的な場面。最高の猫ちゃん引き取りシーンを見届けることができて本当に良かったです。猫もこの城で保護された動物が新しい家族を見つけた最初の事例ですよ。ちょっと私の頭巾で涙を拭わないでよ。ところでシスターロサリアが動物と交流するのが好きだったとは少し意外だね。確かにな。でもなんとなくだけどロサリアには猫に親しまれる何かがあるような気がするぞ。本人でさえそれに気づいてないから表に出てないだけでさ。雪大福もロサリアに懐いてたし、その後オレンジ騎士がやってきたばかりの時もロサリアが落ち着かせてやったんだからな。私はただそばで見ていただけよ。私ひらめいちゃいました。ロサリアさん、この数日間栄誉騎士さんと猫猫城魔法使いさんから猫ちゃんと仲良くなるテクニックをいろいろ教えていただきましたが、施設の事前準備期間をもうしばらく延長してオープン前にひとまず学んだことを実践してみます。見習い猫猫魔法使い目指して頑張ります。なので猫もこの城が正式にオープンしたらどうか運営を助けていただけませんか？モンド全土の野良猫を一緒に助けてあげましょう。ロサリア、引き続きバレリナに手を貸してやるだろう。猫を助ける魔法使いとシスターのコンビ、なかなか良さそうじゃないか。まあいいわ、特に面倒なこともなくて結構暇な仕事だし、引き続き傍観するのも悪くなさそうね。僕は動物の保護事業に関してはあまり詳しくないけど、どうやら重要な節目を迎えたみたいだね。おめでとう。困っている野良猫を見かけたらここに連れてくるよう他の騎士たちにも伝えておくよ。本当に本当にありがとうございます。皆さんにはご用意できる限りの報酬をお渡ししますので、おかげさまで猫もこの城の事前準備もなんとかうまくいきそうです。正式にオープンするときはぜひ皆さんにテープカットをお願いしますね。モラもたっぷりもらえたし、オレンジ騎士も引き取れたし、オイラすっごくいい気分だぜ。ネコモコの城がオープンする日が今から楽しみだな。
Thank you.